タジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。こちら今日の昼間の結果、まず前半見ていきましょう。この試合ドイツを代表するゴールキーパーオリバー・カーンがゴールを守っていますよ。そうですね、ドイツには素晴らしいゴールキーパーがたくさんいますけどもね、はい、間違いなくトップレベルですよね。はい、その闘争心あふれるプレーで数々のタイトルを獲得した偉大な選手です。そうですね、こういう頼れるキーパーがいると安心して攻撃できますからね。はい、今日もビッグセーブでチームに勝利を呼び込んでくれるのでしょうか。期待しましょう。スルーパスを狙う。ルーズボール。ロナウジーニョ対応します。モリエンテスからクリスティアーノ・ロナウド、裏へのスルーパス。ロナウジーニョ、クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウド、あと少し。今のは惜しいシーンでした。ロナウジーニョがキープした時、周りのオフザボールの動き素晴らしいですね。まあ周りよく見えてますからね、彼がボールを持つと近くの選手はどんどん寄せていく動きがありますよね。フェルナンド・トーレス、フレンキー・デヨング、一呼吸を置きます。縦へのボール、バルセロナが最終ラインまでボールを下げる。フレンキー・デヨング、長いボールを送ります。ロシツキ、左上がっていきます。中央へ折り返す。シュート。バルセロナから先制点を奪います。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。ボーレス、ボディバランスですよね。体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、これがゴールを生み出しましたよね。1対0、先制しています。とにかく点が動きましたので、はい、ここからさらにヒートアップしていくんじゃないでしょうかね。そうですね、このボールはカットされます。ここでファウルを取られます。ロナウジーニョからのパスは通りませんでした。激しいボールの奪い合いです。ロシツキ来た、これは拾いたい、シュート、うわー、わずかに左へ逸れていきます。ロシツキ、今のチャンスを物にすることができませんでした。デイビスからクリスティアーノ・ロナウド、抜けてくる。クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウドから中、クリア。このピンチをなんとか出します。クライフからアーチのようなパス、抜けた。メッシー、ロシツキーからメッシー、どうだ、シュート、もらってからシュートまでの流れ非常に速かったですね。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。クリスティアーノ・ロナウド、キャプテンマークを背負っています。メッシへ、大きく縦へ、さあトーレス、スペースを狙う。ここで長いホイッスル、前半終了です。結果前半1対0。
先制してハーフを迎えました。リードを奪えたのも良かったんですけど、良かったですよね。後半も守りを固めつつ、チャンスがあったら攻める形でいいと思いますよ。前半終わって1対0、リードで折り返します。後半、ゲームはスタートしています。アウェー側としては、後半攻めに行くのか、守りに入るのか。シュート！さあ、さらに点差が開いています。今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボールを受けましたね。そうですね、このクラスの選手になるとボールをもらう位置や動き出しのタイミングなんかはもう染み付いてるんですよね。これはワールドクラスのボールですよね。監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。オーウェン、いや監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。さらに1点を追加し2対0としています。アウェー側としては 2-0 リードは大きいですよ ね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができてるってことなんじゃないかなと思いますね。なるほど、一人で駆け上がる、右サイド上がっていく、右サイド上がっていきます。ロナウド、これはよく止めました。ロナウジーニョからサイドのスペースへ、いいとこ入りますよ。抜けてくる、ドルーズボール、クリスティアーノ、来た、ジーニョ、一人で持ち上がっていく、一人で持っていくか、ここでファウルをもらいます。これは直接狙える位置です。いや、ここは大好きな位置じゃないですかね。ベッカム、まあ、いいボール入れますからね。ちょっと小さい、ドリブルで仕掛ける、自分で行く、このクリアボール次へつなげたい。バルセロナ、立て続けに選手を入れ替えてきます。クリスティアーノ・ロナウド、ロブソンへサイドチェンジ、メッシ、デヨングから長いボール縦へ、デイビス、裏を狙う、露出キーからオーウェン、スルーパスを狙う、ロブソン、カウンターを仕掛けます。ブライアン・ロブソンからロナウジーニョ、いけるか、一人で行く、うわ、まだ行くか、残ってる、ロナウジーニョ、ロナウジーニョからグリーンウッド、裏を狙っていきます。トップで収まればね、シュートまで受けた確率でしたけどね。オーウェンに渡る、ロナウド、スルーパスを出す、さあ一気にカウンター、ロブソン、メッシ、長い長い笛が吹かれました。試合終了です。2対0。
見事勝利を収めました。北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。アメガーとしてはしっかりと点数。いや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 い